はいどうも、ナミヨです。FIFA 21監督キャリア、今回からね、やっていきたいと思います。ということでね、今ね、EA プレイのね、10時間先行のやつでね、やってます。まあ、明日多分出ると思うんだけど、10月6日に、アルティメットエディションとチャンピオンズエディション、それより早くね、今できてるんで、早速ね、やっていきたいと思います。ということでね、最初監督設定からいきましょう。まあ、ちょっとモッド追加すれば、ね、もっと監督のね、容姿とかいろいろね、服装変えられるんで、モッド版はちょっと別でまたやるんで、このシリーズとは別でね、やるんで、はい。まずは最初ね、試してという感じでやっていきましょう。はい、ということで、ナミヨのね、顔こんな感じになりました。ナミヨ監督のね、まあ、若いね、青年って感じで、まだ20代のね、まあ、設定って感じですけども、監督ね。で、まあ、服装はこんな感じで、上ね、普通にブラックのシャツに、あとズボンがこんな感じですね。全身黒って感じ。で、ちょっと今回に関しては、最初ね、プレミアル4部からやろうと思ったんだけど、EFL からね、やろうと思ったんだけど、ちょっとね、次のモッド版のね、それに合わせてまた別のね、企画やんなきゃいけないんで、ちょっと最初は試しって感じで、プレミア2部から行きましょう。多分4部からやったら時間かかっちゃうから、今回は QPR で行こうかな。まあ、QPR ね、ウィヒルでやってましたから、マスターリーグでね。まあ、それをFIFAでもね、ちょっと再現しようって感じでやっていきましょうか。移籍予算が400万ドル。そしてクラブ価値が2400万ドルか。全然高いんじゃない？で、ちょっと僕はね、FIFA 本当に初心者に本当近いんで、レジェンドでやります。まだ全然慣れてないんで。で試合時間は、どうしよっかな、10分ぐらいでいいかな、最初。で、通貨ドルで、ヨーロッパの大会有効を、買収は、向こうで行きましょう、これは。で、交渉のシビアさ、シビアでいいかな。で、代表監督は、向こうやんないと思う。で、移籍市場は有効、オッケー、これで行きましょう。さあ、帰ってきたフットボール、QPR ね、またね、再現ですよ、これは。多分、こういうの何かいるんじゃないかな、QPR の。QPR だったらまだいいかもしれない、何か。さあ、ということで、プレシーズンということで、まあ、これは普通にちょっと賞金の高いね、大会狙っていこうか、ヨーロピアインターナショナルカップということで。はい、ということで、メニュー画面ですけどね、まあ、FIFA20 の時よりは、このあれだよね、トレーニングだよね、トレーニングが大事になってくるんですよ、この週間でスケジュール見てみると、まあ、いろいろこのマークがあるでしょ。これトレーニングとかさ、休む日、そしてトレーニング、リカバリーとかね、いろいろあるんだけど、これをね、結構ミスっちゃうと、ね、これ右にあると思うんだけど、体調、鋭さ、士気とかがね、これ変わってきちゃうんだ。だから今体調いいから、鋭さと士気を上げた方がいいんで、ここだけ2日間トレーニングして、リカバリーと、休息ね、取ろうかな。こんな感じで最初いきます。で、これカレンダーね、全部開くと、予定のとこで、ね、この右にあるんだけど、いろいろできるんですよ。休息を多くしたり、で、練習したり、で、練習のみにしたりね。まず断続的な練習でいこうかな、最初。これでやって、スタミナ面とかね、いろいろ悪影響出てきたら、ちょっと変えればいいしね。ちょっと最初これでやってみます。QPR の現在のメンバーですね、これ。まあ、どうだろう、マスターリーグの時とあんま変わんないかな。うん、サミエルは普通にいるしね。サミエル72だからね、これ高いでしょ、普通に。チャイヤ68、10番。あれ、エイズは移籍したのかね、多分ね。移籍したっぽいな。あと、キャメロンね。キャメロンいたね。確かに、いた。キャメロン70。そして、エイモスも高い。で、ポールか。あ、ケインまだいるんだね。ケインこれ固有じゃない、ちゃんとしたね。そして、バーベット。バーベットなんかいたっけな。で、あ、マニングもまだいるわ。で、キーパーは、ケリー。あ、ケリーいんな。ケリーもいるんだね。結構残ってね、マスターリーグのメンバーね。だから全然ね、プレミア1部。まあ、頑張れば狙える可能性は全然あると思います。だから、ちょっとね、このメンバーたちしっかり育ててね。まずはプレミア昇格にね、ちょっと導きたいと思う。このナミネル監督はね。はい、ということでね、QPR の目標を見ていきましょう。まず若手育成が2シーズン以内で最初のシーズンにユースアカデミーの選手1人と契約し、翌シーズンには全試合の 50% でプレーさせると。これはまあできるね。で、ブランド露出、勝利10試合、今シーズンアウェー戦で10試合だね。で、財政、選手給与の伸びを 15% 以内に収めるということで、国内での成功、イングランドフットボールリーグチャンピオンシップ中に入る、エミレッツカップで32人に進出。まあ、これぐらいかな、財政面をちょっとクリアしていけばいいって感じだね。で、ユースの選手見てみましょう。ユース結構、ポテンシャル高くない？バンナービア。あー、右サイドバック高いな、結構。84。まあ、90割ってほしいのサイトでね。で、ハッソン。わー、40はちょっとオーバー40ひでーな、これは。40ちょっと上げられんな。で、これはジェイムズ。ジェイムズを上げてもいいかもしんない、これは。ポテンシャルあるから。スタミナもあって、ダイス速度もあって、フィジカルもあるからね。結構中盤で戦っていけるかもしんない。まあ、でも16歳にならないとトップに上げられないんで。で、マイケル・ウォルチはポテンシャル低いね。で、サナガレ。ポテンシャル低いな。これじゃ上げられんな。で、CF、バリオスか。46はねーな。で、ポテンシャル高いんだよね。そこちら判断するもんじゃないんだけど、さすがにこれないしょだって。ダッシュ速度とフィジカルも結構あるな。まあ、ワンチャン上げてみるのもありだけどね。ちょっと様子見ます、これは。こいつはで、ちょっとユーススタッフちょっと構築しよう。まあ、インクラウドでいいんだよね、プレミアどっかで。まあ、2部とかからいい選手連れてきてくれれば全然いいです、僕は。3ヶ月かな、雇うとして。まあ、こっちも予算そんなないんで、これで頼みましょう。で、予算見てもそんなに多いわけじゃない、これは。企業さんも結構ギリギリやってるからね。あれかな、半年でね、契約切れそうだったら選手たちね、ちょっと冬でね、ちょっと選手の契約延長出すんで。まあ、冬かな、契約延長出すのはね。それまでちょっと我慢って感じで、これでね、いきます。で、今回トレーニングなんですけど、まあ、前回の FIFA20 までは5人までね、トレーニングできたんだけど、今回は、まあ、全員ね、できると11人ね。なので、まあ、今回最初はなんかね、自分でね、本当に手で指導でやんなきゃいけないんですけど、まあ一回やったらもうね、シミュレートでもあのね、ちゃんと能力上がるんで、まあ最初はね、指導でやるって感じですね。オッケー、トレーニングね、裏でやってきて、今 A 評価ね、全部出たんで、これでいいでしょう。シャープネスが上がったね。まあこれシャープネスが上がらんと、能力も上がらんってことですよ。だからこれをね、以下で高めて体調もね、なるべく下がらずにいくというのがね、トレーニングのね、目安であります、これはね。ちょっとね、売却リストにね、移籍リストに加えてた選手からね、メッセージ来ました。売却を決断いただきありがとうございますということで。まあちょっとね、若くてね、総合値低い選手はちょっと伸びしろないってことで、ちょっとね、どんどん売っていこうってことでね、こういう決断しましたけど、間違えて、いい厄介話しちゃって。で、キャメロンからね、メッセージ来ました。はじめまして監督、QPR ようこそ、チームを代表して挨拶させていただきということで楽しみですということで、これで士気が上がっていく、キャメロンよろしくな。あ、ということで今日はまあエメン戦とチームわかんないけど、このね8日の試合やっていこうかな。最後はシミュレート行こうか。新しく出たね、あのシミュレートね、あの新機能あれちょっと試していきましょうか。ということでこの2試合だけちょっとやりましょう。はい、ということでね、今日のスタメンこんな感じでございます。ゴールキーパールミレイ、あれ QPR 使ってたっけ、ちょっと忘れちゃったけど。で、左バニング、バーベットで、ディッキリだけで、右にカーンで、中盤にキャメロンとエイモスで、左シェア、トーマスで、右サムエルで、トップにルカスでいきます。さあ、ということでやっていきましょう。プレシーズンエメン戦ですね、 QPR のウィジン。マ
ちょっと本当最初きついですけどね、これね、本当に。この試合に両チームが今シーズンをどう戦っていくかのヒントが隠されているかもしれません。誰ぞ、待て待て、誰ぞ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 、シュート、左足、全然来るじゃん。は？ファール？は？いや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 、なんで、てかなんで中盤下がってこないの今回。ケイン、あ、ケインだ、ケインだ、ケインだ、ケインのファールですか、これ、波乗りが映ってるけど。いや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 、タックルしただけでしょ。ちょっとわけわからないよ、これ、最初から。右。よーし、止めたぞ、アマミラ。実戦でコンディションを整えるから、戦術理解と連携を深めていく。このフォーメーションいいんじゃないの、逆に。451、いい説あるよ、これ。いい説。狙える位置です。来たよ、入ってきた、さあ右足、ワールドカップシュート打ってきた。ディフェンスの選手が詰めていました。そうそうそう、監督打ってますね。まだ前提です。いや来るぞ、これ来るぞ、こっち来るぞ、こっち来るぞ、縦パス切るよ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 、切るよ、やばい、右足来たーっそエベン先生、いやーここだよな、センターバックの対応、やばあそこ行っていいのよマジで、本当にこれはいけない、キーパーの弱さが出てしまった、これマスターリーグでも変わらんな、ここここ入ってさ、やっぱセンターバックとさ悪いよね距離感が、お互いのね、行って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 、あくそいけない、いけ、いって、いやー、無理か、右足が来た、危ない、前だけで完結させろ、完結させろ、そう、完結させて、さあ、来た、中来た、よっしゃ、来た、右足来い、右足来い、シュートは弱い、まだある、左足来たー、よっしゃ、QPR 同点ナイス、トーマスが来た、オッケー、よっしゃ、これが QPR の力、マスターリーグでの力そのままに、素晴らしい、ここでね、いい結果出せれば、プレミアに上がれるぞ、これ、EFL から、素晴らしい一発、トーマス、これ、期待ね、エースが抜けましたからね、リアルでね、ほんとね、こいつがその穴を埋める可能性もある、ボールをアタッキングサーブで持ってきました、複数人に崩せ、複数人に崩せ、崩せ、よく来た、さあ来た、左足のシュート、来た、QPR に攻めナイス、ルカスじゃない、ルカス来た、オッケー、9番エースが来た、これです、これがQPRのサッカー、まあレジェンドだからあんまり喜べんけどね、うん、これ十分っすよ、もうパスを細かく繋いで、これドゥガスの裏でしょ、一発で、うん、オッケーオッケーオッケー、うちのエースはドゥガスだ、サミエル行って、さあ入ってくる、トーマス、トーマスからサミエルか、サミエル、いいプレーができた、サミエル、右足来たサミエル素晴らしい、これです QPR ナイス、素晴らしいサミエルのスピード出たこと発揮された、これですよこの男、これがねスピード爆速スター、もうウィーレの時でもね結構見せてくれましたこのスピードね、まあ次回からちょっとスライド上げてもいいかもしれないけどね、切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。サミエルこんなスピードを発揮するってことはちょっとねスライダーが低いかもしれない、もしかしたらサミエル固有ですこの人、そしてエイモス、エイモス、エイモスから、エイモス、さあ、エイモスを奪え、さあ、エイモス来た、エイモス、右足は、来たー、エイモス素晴らしい、エイモスこれです。サミエルのスルーパスからこの人発動した。オッケーオッケー、これでいいんだよ。いやー、QPR のやっぱいいね、連携ね。まあ、レベルが低いっていうのもあるけど、ここでエイモスね、ほんとボランチ上がらせちゃいけないんだけどね、守備のために。でも上がらせるということのためにね、選択。エイモス、この人中盤のね、要です。さあ、変えましょう。確かマリンがボランチできたはずなんだよね。左、ウォルス入れましょう。落ち、落ちかな、これ。ST。ちょっとワントップ添えるよ。マスターソンとバーベット変えようかな。若いの試します、そしてキーパーの答え、エイモスくんよくやってくれた、本当に波の監督はね、うん、波の監督スルーしてったけど、ここ入ってくる、ここ縦ね、縦縦パス、縦パス、縦パス、そこ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 、やばい、行かれた、まずい、行かれた、誰か、やばい、やばい、くるくる、右足シュート来たエメン2点目、この人来たぞ、いや今縦パス入れさせてからだよね、これね、本作は縦パス入れさせたらこうなってしまうというね、ここだよね、これ結構スキルムーブしてくるからね、めんどくさいよこれ本当に、いや来るな来るな、来るな、ここ来るな、仕掛けてくるのか、ここ来るか、ここ来るか、さあ入ってきて中、やばいやばいやばい、右足、うそ、どうしちゃったこれ、キーパーの守備どうしちゃったんすか、このサイドの揺さぶり、さあ行かれて、さあいやでもパスミスからっすもんね、あのキーパーのね、こっからっすよ、全部入れて、このミスはしちゃいけない、さあさあセンターバックは対応してよ、いいのこれは、よくないだろこれ、狙える位置です。来たぞ、まずいぞ、右足、嘘でしょ、エメン4点目、どうしちゃったこれ、ボランチさ、なんで下がってこないのこれは、おかしいでしょこれ、ちょっと QPR 守備崩壊し始めたぞこれ、ほらここでさ、なんで先手番が対応してんのこれ、ほらだってボランチしたらおかしいでしょ位置的に、これなんなのこれは、チャンスが巡ってきました、誰来るぞ、おい待って待って、ほんと待って、ちょっとさ、ちょっとさ、裏取られすぎ、ほんとに何これ QPR さ、いやマジセンターバックとね中盤の距離感悪すぎこれ、ここでさ、ほら簡単に裏取られるでしょこれ、なんすかこれ、
ちょっと何これ QPR これ守備ひどいなこれ。いやーなんかセンターバックどんどんおかしい。これはタックルもさ行ってもさかわされるしさ、ちょっと今作守備むずくねえかこれ。ちょっとやっぱウィーレとの操作感にまだ慣れてないですこれは。いやよくない試合だ本当ね。これは相手に9本打たれて5失点はないよこれは。ちょっとこれ反省せなあかんこれは。さあベタじゃなっけ移籍法は来てんな。うんっていいかな。年齢20歳でこれでしょ。あ市場価値より上で来てるね。じゃあ5位でいいかな普通に。 OK 打っちゃいましょう。キーパー結構人数多いんでねうちね。さあということで移籍市場見ていきましょう。イスコがレアルからシティに移籍。まあ現在そんぐらいかな。これから結構ねフィアの移籍も動くからね。ちょっとここは注目して見ていきたいかな。ということで2試合目ね引き続きやっていきましょう。ゴールキーパールビレイ、左マニング、バーベット、ダイクでケイン、そして中盤にカメロンとエイモスで、左にジェアとトーマスで、右にサメール、そしてトップにルカスでいきます。ちょっとあれ前回の配信ちょっと理解できなかったな。立てやってきて、そうだサメールか、そう来た、さあ来て左足のシュートは、うおールカスは決められないこれ。ここよ立てよ立てよ、ここよ立て、エイモスだよエイモスだよエイモスだよ、ちょっと待ってエイモスだよ、右足が来た、うそー、ちょっとさエイモスマジでチーム降りてきてよ本当にさ、全然降りてきやしないじゃん。ほらエイモスだよここ、丁寧にパスをつないで。いやちょっと中盤の距離感2人おかしいですねこれね。中盤下げるのはどういう設定でいったらいいんだろう。エイモス、そうでここ入ってくる、さあ来た中、さあ右足来い、右足のシュートは、うわルカス決められぜこの男。パスの名手、ちょっとさなんかおかしいぞ今日本当におかしい。なんか入ってくるぞ、なんか入ってくるぞ、左足、おーよく止めた、あーサミエル怪我ってるまずい。いやーサミエルはちょっと痛いぞこれ。スミス使うか。いや開幕前にこれは非常に痛い。そうじっくりボールを回しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。さあスピード上げて右足のシュートが味方つったサイドでここで4人で崩せ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 右来た、走り込んだ味方にシャンス、さあ右足ニアシュートは、うわなぜ潰せない。エイモスやばいぞ来るぞ、右足が来た、うっそー2点目 QPR やられた。もうさちょっと個人技ほんとないっすわこれ。 QPR ダメだ、いやほんとフィアうざいなこれな。フェイントがほんとにちょこまかうざいよこれは。ここはさエイモスが対応したでしょこれね。これ簡単にいかれたねこれ。これ取れないんだもん、どうしようもないじゃんこれ。よし変えようか。いやーまあ最初だからこんなもんよ、難しいよこれは。でウォルスを左にやってエイモスとポール変えます。でワントップのデュカスに変えてオテ入れます。立てくるね、絶対立てくるね、絶対立てくるね、絶対立てくるね、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 キーパー嘘でしょ、ちょっとさー何これこれ、もうどうしようもないっすよこれやられたら本当に。 QPR 待ってなんでなんでなんで、ちょ待ってなんで、おかしいおかしい本当おかしい本当おかしい、おい裏来たぞ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 、右足もちょっとさ、なんで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 ないないでしょ、はぁ、あ、ふざけんなよ審判てめぇ。てかさおかしいんだって後ろの人数が本当に。これ守備的な戦術すらどうしたらいいわけこれ。来たよちょっとさぁ QPR4 失点目これも何これは。ちょっと恐ろしいよプレシーズンでこの試合は本当に。試合が止まるのを待っています。ちょ待って本当に待って本当に待って本当に待って、右足が来た、おいこぼれ球、ちょっとさ逆空いてんだって本当に。前回バラバシだって4点取れたから今回5失点っすよこれ。ちょっとさ何なのこれ本当に。もう QPR ちょっとやばいよこれ守備後ろ。ちょっとさコメントでどなたかね、エースラインとさあのボランチのさ間のさ距離とさあと後ろ人数増やす方法教えてくださいこれ。一応ね設定ではさ一応知ってんのよ、見事にボランチ攻撃陣に上がらせないとかさいろいろ知ってんだけど、こっちはひどくないこれ、相手が強いだけこれ。ちょっとよく分からんのこれは。いやちょっと守備の仕方ちょっとはフィファどうにかしてほしいなこれ。だって横にマジで大きすぎでしょこれさ、全然コースは切れねえしさ。うんシャープレス上がってるね。でもなんか D ランクなのあれおかしくね、なんで D 評価なのこれ。トレーニング一応今したんだけど D 評価なのあれ、トレーニングしたのにな。あサブ組だからってことこれ。はいということで最後ルツェルンとちょっと指名としていきますか。ちょっと今回メンバー変えてキャメロン疲れちゃってるんでポール入れて、で左お手入れいいかな、これで指名としてみるか。さあどうだろうルツェルン、でも負けるだろうなこの様子だと。さあ普通にね、まあ実況も流れますねこれね。パスミスでしょうか。パスミス奪われてルツェルン、おっと来るんじゃないこれ。おおキーパー止めた、オッケーオッケー。なんかシミュレートの方が全然ナメルがやるより全然いいなこれ。それは当たり前よ、こっちの方が精度はいいはずなんだから。ボールを回してチャンスを入ってくるよ、打たれよ、おーおーおー打たれてますよ。いやちょっと変えよう、結構みんな死んでるこれは。マニングとちょっとウォルス変えて、でエイモスとキャロル変えよう、スミスとサミエル入れましょうか。サミエル怪我してるから準備します。少しリズムをリードを奪えない。おっとあ決まった、フィンペル決まった、サミエル決めたぞ最後。なんか来るぞ、なんか来るぞ、
フリーキックが与えられます。おい、打たれぞ。うわー、1-1。もったいないな、サメンの1点。やばいぞ。来るぞ。あ、来たよ。まずいよ。右足薄いな、オッケー。わー、1-1。プレシーズンで一勝もできず。敗退ですね。まあでも、指名とも、まあ楽だね、これはね。さあ、トーナメント賞金いくらもらったのか。62万ドルだね。はい、ということで今回ね。まあ、ひどいね。毎試合5失点してるからな、これな。いやー、だってもう守備の仕方がまだ全然わかんないよ、本当に。まあ、初心者だから完全にね。だからちょっとこれは慣れていくしかないですね、これは。まあ、コースキルとかね。あとはボランチとセンターバックの距離縮めるとか、もう基本的なところからやっていかなきゃいけないから、これはね。まあ、次回あれですけど、2日にね、ノッティンガム戦があるんですけど、ノッティンガム戦とカーディフ戦ね、やろうかなと思います。はい、連続でね。それかもしかしたら、この7月の間に補強するかもしれないかね。ちょっとフォワードとサイドかな。点取らなきゃダメだね。いや、守備も大事だけど、まず点を第一にしなきゃ勝てないですから、やっぱりそこを補強していこうかなと思います。はい、リストアップなりね、スカウトレポートなり届き次第ね、ちょっと選手トレーニングかもしれないんで、ね、そしたらまた次回ね、やっていこうと思うので、はい、そこよろしくお願いいたします。はい、ということで今回ここまでで、で一応ね、概要欄の方に Amazon のリンクね、FIFA21 の商品リンク貼っとくので、購入したい方はね、そちらの方に飛んでいただければ購入できると思います。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。See you.